平野の仕様クレバとコラボスニーカー870万円ロレックスで時計が光る全身ブランド私服で魅了するする。真夏の日差しが照りつけた7月下旬の東京目黒区の路上で元キングプリンスへの平野仕様くん26歳が注目の敵となった。彼が新会社、とべに合流しラッパークレバ47歳。 とコラボしたスニーカーを履いて姿を現したのだ。彼の全身に身にまとう高級ブランドファッションはファンの間で話題となっており、特に驚きを持って迎えられたのは870万円のロレックス腕時計だった。彼のブランド愛や個性的なファッションセンスはかつてからファンに愛されており、今後の彼の活躍に多くの期待が寄せられている。 真夏の日差しの中、東京目黒区の路上に平野紫く君が突如現れ、30代女性たちの興奮を誘った。平野は5月にキングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所を退所した後、滝沢秀明、41歳、率いる新会社、戸部、に合流した。その活動において、平野は音楽だけでなく、ファッションにも熱い情熱を注いでいることがわかる。 平野が履いていたスニーカーは Go with w イ i とクレバがコラボした一足である。クレバはかつてキンプリの代表曲の作詞作曲を手掛け、特に一番はファンの間で大変愛される曲であった。平野はそのファンの心情を理解しているのか、未だにこのコラボスニーカーを愛用していたのだろうか。しかしその驚きは足元だけに止まらない。 彼のインスタグラムにアップされた写真から、彼が身につけていたブランドアイテムが特定され、SNS 上で話題となった。その中にはロエベの T シャツも含まれており、約870万円のロレックス腕時計もあった。この高級なファッションアイテムたちが、平野の全身に身にまとう個性的なブランド私服として輝いていた。しかし、 平野のブランド案やファッションセンスは彼がトベに合流してから始まったものではない。彼はジャニーズ JR 時代からハイブランドが似合うことで知られていた。そのためファンからは街中でブランドアイテムを身につけている姿を目撃されることもあったのだ。トベの生配信においても 平野は全身類リトンで登場し、アクセサリーを合わせた総額120万円コーデで話題となった。キラキラと輝くブランドファッションを一般人ならば気遅れしてしまうかもしれないが、平野仕様だからこそ、そのファッションを着こなすことができるのだろう。平野仕様くんのブランド愛や個性的なファッションセンスは、 彼のファンの心を捉え、多くの人々から注目を集めている。コラボスニーカーや高級ブランドの私服は彼の魅力をさらに引き立て、新たなステージでの活躍に期待が高まっている。これからも平野のファッションに注目し、彼の活動を見守っていくことが多くのファンにとっての楽しみとなるだろう。